起点鹿の屋市城原川町出水市高尾野町平屋終点国道504号は鹿児島県鹿野や市から霧島市薩摩町を経由して鹿児島県泉市に至る鹿児島県管理の一般国道である鹿児島県東部に位置する大隅半島の中ほどにある鹿野や市を走る国道269号から分岐して半島を北上して霧島市を経由し 同県の北西端に位置する出水市野田町の国道を3号とを結ぶ総延長約1 6 5キロメートルの一般国道の路線で、主な通過地は、鹿屋市北町、霧島市福山町、道市早戸町、道市溝部町、薩摩郡薩摩町、出水市高尾野町である。霧島市内の一部の区間は、国道10号や国道223号と徴用する。 事業中の地域高規格道路であり、霧島市から県北西部に位置するアクネ市とを結ぶ北札横断道路は国道504号の自動車専用道路のバイパスとして整備される。1993年4月に複数の主要地方道、県道を昇格する形で誕生した。起点の鹿野市、終点の出水市からそれぞれ沿道にある鹿児島空港へのアクセス道路となるように、 指定されている。鹿野や市がいの北田交差点を起点とし、鹿野や市起北地区を経由し、霧島市福山町、福山の牧野原で、国道10号と合流する。国道504号指定前は、県道69号鹿野福山線の区間であった。鹿野や市から、鹿児島空港への最短ルートとなることから、道路整備が進められており、すでに高熊バイパスが完成、気北、 福山地区の区間も建設中である。国道10号、国道223号との徴用区間は 22.28km ある。霧島市早戸町の最高寺交差点から国道223号と離れ再び単独区間となる。鹿児島空港前を通過した後、薩摩町の中心街を経て、紫、小山を越え、出水市の田町加盟で国道3号に合流し、終点となる。 国道504号指定前は、県道59号鹿児島空港線、県道461号十文字、長野線、県道高尾の宮野乗線の区間であった。掘り切り峠は、車同士のすれ違い困難な箇所があり、これを解消するために県道に並行する形で、北札横断道路が建設中である。またこの区間の県道では、国道標識が一部撤去されている。峠、 編集国道504号の堀り切り峠は紫、小山を越える、標高約650メートルの峠、車道としては1959年に開通した、峠から、渋山町への道が通じている、トンネル、編集起点から、ハット ABCDEFG2015 年4月1日、現在、ありがとうございます。